断捨離塾の生徒さんでもね、はい、こんな感想をね私に下さる方が多いんですね、はい、あ,あもののものの断捨離が済んだんで次は心の断捨離ですよねとかうこうステップでおっしゃるんですね<ー>これが済んだ形あるものの断捨離が済んだ、はい、お家がすっきりした、はい、じゃあ次に取り組むのは心の断捨離ですねっておっしゃる方が多いんだけど、はい、それが違うの<ー>それが違うの。実は今、はい 自分が住んでるこの目の前の空間というのは自分の心だ心の現れだから現れというかそのものだからそのものなんですか、うん、で私は意識って言い方するんですかね自分の意識のそのものが形を成して現れるだから見えない意識が見える形で現れているのが自分がいる空間なわけああそういうことなんですか、うん、だからそこのお祓いお清めすれば同時進行で心の、うん お祓いを清めはできてる。で、この言い方も同時進行っていうのも。おかしくて、ええ、心のお清め、お祓いをするために。その具体的な行動として。十、はい、空間、目の前の十空間、今日常の営みをしている十空間の。お祓い、お清めをしてる、ええ。実はそうだったんですね。そう,そう、これが本当なのああ<ー>。うん、なるほど、うんうん、心と。そこはもう一緒、うんうん 私なんか逆に断捨離の前に例えばね手帳を買って今年はどうだったかとかね書いてみたりして心だけにフォーカスするみたいな方法でガラクタをすっきりさせたいななんて思ってたんですけれどもむしろだから現れてるからこそそして形があるからこそやりやすいわけ。 心のガラクタをねこのこのガラクタを特定して捨てましょう、はい、心の汚れを特定して磨きましょう、はい、でどうやってやっていいか分からないじゃないですか、うん、かい,いろんな本読んでみたり、ねうん、そうそう心の問題を心で扱おうとする、ね、まあ意識の問題を意識で扱おうとする、はい、言い換えれば形のないものを形のないもので扱おうとする、うん、それ難しいよ。難しい、うんうんで 結果も分かかかないわけよね本当にできたかどうか、まあ、実際はスッキリするっていう感覚はあるんだけど、えーえー、だけどこれがそのまま形あるものに移し替えたら、うん、特定もできるしガラクタも汚れも特定しやすいし、うん、取り除く方法も汚れ落としもできるわけだし、えー、具体的に行動として、ね、行動として体を動かす行動とできるし、はい、結果も あ余計ななななももののくりりままししたた、うん、ここ汚れが落ちててピピカピカになりましたっていうことも分かるわけ<あ>だから言い換えればこれが心だと思って家の中が心だと思って自分の意識だと思って、えーえー、あそうか心の中にはこんな余計なガラクタが溜まってたのね、えー、心の中にはこんなふうに汚れてたのね、うん、じゃあ取り除くよじゃあ光らせるよ、えー、汚れ落として光らせるよって。 そのものと言ったらいいかな。そうやってやつが。なんかわかりやすいですね。自分の。これを相似症って。そうでしょう。相似現象って言ったらいいのかな。三角形の相似の相似。その現象として。ここにあるわけだから。現象。から。アプローチかけていくよっていうのが断捨離の。ああ、そうなんですか。まあね、なんか。今までのね、この断捨離塾のラジオでも。まあ、例えば。 まあ、このものを置いて存在をアピールするだとか、うんうん、そういう人間関係も現れてるし。うんはい、まあ、ごちゃごちゃ忙しいと、それはごちゃごちゃになっちゃうとか。うんうん、もう全部確かに現れてるなっていうのは。うん、ね、私たちはもう確認してきましたよね。うんうん、確認してるはずなんだけど。えー、日常的な状態とか行動に落とし込めないんだよね。会議、はい、して勉強したことと、うんうん、それが日常で。 こんな風になってるんだっていうこう結びつけるのがどうやら苦手なんですよねほんのちょっとの行動に結びつかない、うんうん、なかなかそう,そ,うそうなんですね、うん、だからあそうかこれがこういうことだったんだじゃあこういうことだからここからまあ目の前のものから目の前の空間からっていう風になかなか結びつかないですねつまり形のないことを形のないまま扱おうとして、うん 結局なんかこうう迷路に入っっちゃうっていうことなんですね。ええええ、いやいやだ,だから最初に申し上げたよね今私の現実はどこかにあるんではなく、うん、ここにあるわけ目の前の空間にあるわけ、ええ、目の前のものにある。ええ、でそれを見ずにして現実変えたいななん、はい、とかしたいなって言って要素出ていくわけ。うん、いやいやいや現実を変えたいならここが現実なんだからこの現実をクリアにすれば あなたの現実は確実に変わるんですよって言ってるのかたでなるほど。なんか例えばお家の中のね人間関係だとかそういうものは家に現れるんだろうなって思うんですけども、じゃ例えば会社とか仕事先とかお友達関係外の人間関係でまあごちゃごちゃ心がしている時もそれは家に現れるものなんです。現だって外の人間関係であれね。会社であれ友達である家族以外でも。 その人間関係で心を煩わしてるのは今の自分煩わってますよね相手じゃないの相手じゃないの、うん、関係なの、はい、でその関係を築いてるのは、うん、自分の思考の位置取りが起こしているわけだからその思考をしている本人は 今ここにいるわけだから相手が原因で相手が何かやったから私は悩んでるとかじゃなくて悩んでるのは自分だから悩んでるとだって同じことでもねその相手で悩んでない人もいるわけだから楽しくやってる人もいるわけで悩んでるのは自分悩みを持たない人もいるでその事実を見かけたらあ悩んでるのは自分なんだじゃあその悩んでる自分は今ここにいるわけだからそしてそれがお家の中に現れてるよって言ってるわけ。あ じゃあそれはまあなんか知らないおじさんこういうふうに引っ張り出す作業でなんか気づくわけですねあ自分のなんかいろんなごたごたが、うんはい、だから断捨にね繰り返し繰り返し申し上げたのは、うん、私たちは家に住んでるじゃないよと、はい、自分の観念の中に住んでるんだよ自分の意識の中に住んでるんだよ自分の思い込みの中に住んでるんだよ、うん、思い込みというおうちその思い込みが残念な思い込みと 機能的ないい思い込み両方あるわけよね。ありますよね。あで思い込みが悪いわけじゃない。観念が悪いじゃない。えーえー、今の自分に機能してるか機能不全をしてるかまあ、それだけですね。うん、つまり用的外断捨離的に言ったら用的外の思い込みなのか不要不的不快な思い込みなのか、うん、しかもそれも変化していくものだから、えー、その思い込みの中に住んでるんだよ。 だからその思い込みの通りにうちが現れてるんだよ。ええだとしたら、不要不適不快なものを取り除き、要適快なものを選び抜いてきたら、うん、ここが変わる。ここが変わるじゃない。ここを変えてる行為と一緒だよって言ってる。へへ書籍、家にいるのが好きになる断捨離スッキリ生活を本体無料、送料手数料550円でお送りさせていただきます。この本はアマゾンや書店ではお買い求めいただけません。 スマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みください。テレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいね。お待ちしています。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。